第86戦断は、大東亜戦争後期の1945年1月に、運行された、日本の護送戦団の一つである。連合国軍のフィリピン反抗で、南方航路が閉塞に向かう中、有力な護衛のもとに、日本本土への石油輸送を試みたが、アメリカ海軍の機動部隊による空襲と遭遇し、護衛艦の一部を残して全滅した。日本の護送戦団で、 最悪の被害を出した事例の一つに数えられ、日本が大規模戦団方式の護衛戦術を放棄する転換点となった。大東は戦争後半の日本は、占領下にあるオランダ領東インドの油田から重要資源である石油を本土に運ぶため、シンガポールと文字の間で、非戦断と称する大型高速タンカー主体の専用護送戦団を運行していた。 非戦団は、シンガポールへの往路には、奇数、文字へ帰える袋には、偶数の戦団番号が付されており、先86戦団は、通算86番目の非戦団を意味する。また、非戦団と並ぶ、石油輸送戦団として、ボルネオ島ミリ航路に、低速の中小タンカー主体の未戦団を、就航させていた。大日本帝国海軍の海上護衛総司令部は、 アメリカ潜水艦による通称破壊に対抗するため、1944年4月頃から護層船団の大規模化を図っていた。船団を集約化することで護衛艦の集中などを図る狙いがあった。特に重要船団である非船団や未船団は、護衛艦を含めると15隻から30隻以上の大型船団が多く運航された。この大船団主義は、 潜水艦対策として一定の成果を上げた。ただし、空襲に対する防御力は限定的であった。1944年10月にレーテ島にアメリカ軍が上陸し、フィリピン戦が始まると南方占領地と日本本土を結ぶシーレーンは一層大きな脅威にさらされるようになった。レーテ沖海戦で連合艦隊主力が壊滅し、政界圏 制空権は日本の手から急速に失われた。未戦団は航路をフィリピン寄りからインドシナ半島寄りに変更するなどして継続を図ったが、赤出港のミリがモロ対島から飛来する爆撃機の空襲で危険となり、同年11月までで廃止となった。それでも大日本帝国海軍は、非戦団だけは維持しようと努力し、タンカーの不足を補うべく未戦団用だった。 低性のタンカーも、非戦団に振り向けることにしていた。ルソン島攻略作戦に備え、1944年12月、ウルシー白地に集結した第38任務部隊の空母軍。アメリカ軍は、1944年12月末、ルソン島上陸作戦の支援のため、海軍の第38任務部隊に属する高速空母部隊を、ウルシー白地から出撃させた。 第38任務部隊は、正規空母8隻と、軽空母3隻を主力とし、搭載航空機800機以上の圧倒的な戦力を有していた。第38任務部隊は、1945年1月3日から、台湾周辺を襲い、飛行場や、近在の日87船団、また40船団などに損害を与えていた。その後、第38任務部隊には、 南シナ海に侵入し、日本の艦船を攻撃する任務が与えられた。その主要な攻撃目標は、カムラ湾に集結中との情報があった、航空戦艦2隻以下の日本海軍、残存艦隊であった。この残存艦隊が反撃に出てくれば、ルソン島上陸船団にとって脅威となると考えられた。実際に、前年12月末には、第二遊撃部隊の巡洋艦二隻及び、 第二水雷戦隊によりレゴー作戦を完工した。また、本年1月3日にも、第二遊撃部隊は、カムラン湾への進出命令を受け、シンガポールで出撃準備中だった。もっとも、本任務は、レーテ沖海戦で撃沈できなかった日向と伊勢を、補足したいという春勢提督の思惑も込められていた。第38任務部隊の南シナ海、侵入計画は、 グラティチュード作戦と命名された。第38任務部隊は1月7日から8日にルソン海峡を突破し、南シナ海に侵入を開始した。非86戦団を率いていた練習巡洋艦カシー。非86戦団に参加するためシンガポールに集まった輸送船はタンカーの極運丸、産ルイス丸、同大津山丸、同書 A 丸。 貨物船 a 1丸、同予習丸、同達鳩丸、同、竹部丸、冷凍船の第63番習丸及び死尿運搬船の U、清丸のタンカー4隻と、その他6隻だった。各船は、石油や防気サイト、生ゴムなどの天然資源を満載していた。非戦団と称しても、従来であれば、 未戦乱に加入していたような小型船が含まれ、戦乱速力は8ノットと低速だった。各船には、機関砲や爆雷を装備したり、煙幕展開用の発煙筒を搭載したりといった自衛武装が施されていた。戦乱は1944年12月30日に、輸送船のみでシンガポールを出港して、北上1月4日に、フランス領インドシナのサンジャックに到着した。 三ッ区で、文字から同地まで非85戦団を護衛してきた第101戦隊と合流し、1月6日に戦団編成を完了した。第101戦隊は、日本海軍初の戦団護衛専用の戦隊で、練習巡洋艦化轄を機関とした。本来は霊下に、解剖艦6隻を有していたが、非85戦団の護衛中に、 解剖艦津島が空襲で損傷離脱していたため、軽巡一隻、解剖艦5隻の陣用だった。緑色に着色されているのが、現在のベトナムのビンディン賞で、クイニョン湾は同省に含まれる。非86戦乱が空襲を受けたのは、着色部の沿岸海域となる。三弱停泊中に、ルソン島へのアメリカ軍上陸開始の情報が、 もたらされたが、危険度がわずかでも低いうちに通過するしかないとの判断で、速やかに出航する方針となった。艦長会議に出席していた、会場後衛像司令部参謀の多い厚し大佐も同意した。1月9日、非86船団は3ジッ区を出港した。敵潜水管の襲撃を避けるため、水深が浅い沖合 2km 程度の節眼工法を取った。 日本側は、レーダー性能が劣るので、目視警戒の困難な夜間航海は避け、10日夜は、バンフォン湾、11日夜は、クイーニョン湾に停泊した。現在のクイーニョン付近の海岸線。1月12日未明、カムラン湾東方沖に達した第38任務、部隊は、空母エンタープライズ、インディペンデンスから、夜間偵察隊を発進させて、第2遊撃部隊を探したが、 発見できなかった。第2遊撃部隊は1月7日に、カムラン湾進出命令が取り消され、主力は、リンガ博地に停泊していたためであった。主目標の伊勢型戦艦2隻を発見できなかった第38任務部隊は、やむなく輸送船などを代わりに攻撃することにした。非86戦団は、12日午前7時前に、クイニョン湾を出港して北上していたが、 午前9時頃に敵艦上機3機に発見された。第901海軍航空隊の戦闘機1機が戦団上空を警戒していたが撃墜されてしまった。午前10時に再び3機編隊の艦上機の接触を受けると渋谷少将は対空戦闘の準備を命じた。戦団は輸送船を2列渋滞に組んで、節岸航行し沖川岡市を戦闘にした。 護衛艦で囲んだ戦闘体系を構えた。午前11時6分頃から第一波の艦上爆撃機16機による空襲が始まり、貨物船の余りマルが最初に炎上沈没した。貨物船の A マンマルとタンカーの大津山ルはいずれも機銃走者を受けて火事が故障して衝突し人力相打に切り替えた。渋谷少将は午前中の空襲の被害を見て、 一万一の場合に備えて、機密書類の処分を用意する、要船団全艦船に命令した。12時過ぎから第2波の空襲が始まり、同日18時頃まで、延べ約150機の波状攻撃が続いた。主力は爆撃機で、一部は雷撃機だった。護衛艦艇、輸送船とも、弾薬が尽きるほど激しく対空砲火で応戦したが、夕刻までに輸送船は全滅した。 まず、A マンマルが爆弾3発の直撃を受けて12時20分に沈没。カジコショウで落語した大津山丸も大破炎上し、午後2時30分に海岸に格差した。他の船も次々と被爆炎上し、ほとんどは沈没を免れるために自ら海岸に格差した。タンカーのサン・ルイスマルが最後まで残ったが、対空砲弾が着きて脱出不可能と判断し、 午後4時に海岸に格座。船体は午後5時頃からの約30機の爆撃で炎上した。護衛艦,艦艇に対しても激しい攻撃が加えられ、機関シーは魚雷一発と爆弾二発を受けて午後2時8分頃に後部弾薬庫に因ク爆ンした。渋谷少々以下多数が戦死した。最後尾の第51号海防艦も午後2時16分に 爆弾の直撃を受けた際に爆雷が誘爆、瞬時に爆沈した。第23号解剖艦は、行方不明で生存者がなく、沈没状況不明となっている。解剖艦3隻は、損傷しながらもスコールの影などに対比して生き残った。非86船団の16隻中13隻沈没という、艦船の損害率は、非船団中で、最悪の事例となった。 格差した船にも徹底的に追撃が加えられ、10隻の輸送船は、積みに、船体とも全損となった。ただし、沿岸で沈没したために、船員の人的被害は、比較的、軽かった。非86船団を全滅させた後、第38任務部隊は、付近の他の船団にも次々と襲いかかった。1月12日に、 普通院沿岸で空襲を受けた日本艦船被害は、ユサレイ4船団、サシレイ5船団、サタレイ5船団、サシ40船団及びサンジャック等に在白の輸送船11隻沈没の計35隻沈没に及んだ。その後も、第38任務部隊は北上しつつ、日本側艦船や基地を次々と襲った。1月15から16日には、 マコーで大型タンカーのみ d マルが沈没、香港で非87戦乱の大型タンカー3隻が失われ、1月21日には高尾で輸送船10隻が沈められた。1月12から21日の一連の空襲による日本側損害は輸送船48隻と海軍艦艇11隻の沈没であった。非86戦乱で失われた艦船は日本にとって 大きな損害であった。本船団を含めた1945年1月中の第38任務部隊による被害は輸送船83隻沈没に達した。潜水艦などによる損害も合わせると42万5000トンに上る。中でも貴重なタンカーが18万総トンも含まれていたことは日本の戦争継続能力に打撃となった。感染や積み荷といった 直接の損害以上に南シナ海の奥深くにまでアメリカ海軍機動部隊が侵入してきたことが大日本帝国海軍に衝撃を与えた。オランダ領東インドの資源地帯を占領していても南シナ海のシーレーンが遮断されてしまっては日本列島に物資が輸送できず無意味となるからである。さらにルソン島にアメリカ軍の航空基地を設置されれば南シナ海 シーレーンが常時空襲の脅威にさらされると予想された。そこで大本営は、石油輸送のみに限って、南方占領地からのシーレーンを維持する方針を立て、これに基づき大日本帝国海軍は護衛のための南高作戦を発動することになった。非86戦団の戦訓を踏まえ、大戦団主義をとっても大規模な空襲には、対抗不可能なことから、小規模の戦団として、 被害を極限する方式に戦術が変更されることになった。最後の努力である南号作戦はこの後3月下旬まで続いた。戦死総書では潜水艦による海上交通破壊戦は地道ななし崩し的作戦であるが、機動部隊による海上交通破壊戦は爆発的大量を虐殺的な作戦であって、台風一過後には何者も残さない生産なものであった。 と総括している。昭和天皇側近、木戸孝一の手記、木戸日記によれば、天皇は1月6日と1月12日に終戦の意思を漏らしたという。非二0戦断など欠航となった便があるため、実際の運航順は通算86番目や袋43番目ではない。駒宮によれば、タンカーではない船にも石油製品が積んだものがあった。竹部丸に、 航空用ガソリン、第63番集ルに、ドラム缶詰などの重油250トン、有機ヨマルにも石油類800トンが積まれていたという。第2遊撃部隊のうち、第1解剖隊だけは、サンジャックに停泊中で、12日の機動部隊の空襲で全滅した。第1解剖隊は、主力の給油準備のためタンカーの日英丸を護送してきたのだが、日英丸は、 途中1月6日に、アメリカの潜水艦ベス後の乱撃で、撃沈されてしまっていた。戦死総書は A マンマルが最初に沈没したとする。最後に停泊していたビ c 政権下の、フランス海軍艦,艦艇も同時に攻撃を受け、ケージュンラモットピケなどが沈没している。ありがとうございます。